ートレース小島の G1 小島キングカップ開設71周年記念競争開催5日目。さあ、いよいよここからは大激戦のポイント争いを勝ち抜いた18メンバーによってのセミファイナルカード3番勝負。まずは第10レースの開始です。1号艇には吉川元博、2号艇には井口義則、3号艇には岡崎康弘、4号艇谷村和也、5号艇菅文也、6号艇池田浩二、以上6選手の対戦です。どうやら本番も枠番通りの並びということになったようです。白のカポック1号艇の吉川、ゆっくりとホーム側に移動です。2コース2号艇の井口、3コース3号艇の岡崎です。SG ウィーナーがここはスロース域を固めて、角1、4コース4号艇の谷村、そして5号艇の菅、チルト3度です。サイアウトギアケース、キャリアポテの効果を行ってきた6号艇の池田、進入スタイルは3対3、枠なりです。現在スリット金ホーム、追い風3メートル前後。第10レース準優勝戦はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートのシャー5コースが0台スタート、5号艇の菅、さあ出ていく、グイッと5号艇ガスまくっちゃう。1号艇2号艇が応戦する。サースローは4号艇の谷村と6号艇の池田浩二、向こう攻めに折り返す。ここが帰ってきたセットを1号艇の吉川元博、2番手が詰め寄ってくる6号艇池田、アウトコース4号艇の谷村、その後方は3号艇2号艇5号艇時の通過。一緒にマークの世界、スタートは正常でした。トップ使い1号艇の吉川で2番手6号艇の池田、差しに回って4号艇の谷村、くるっと3号艇の岡崎康弘、セットは1号艇吉川元博、2番手不調6号艇の池田浩二、3番手が続くは4号艇の谷村和也、上段系は164、レースは2周目と釣っております。1番赤のターンはセットを1号艇の吉川で、2番手接近4号艇の谷村を待って差し返す6号艇の池田、後方から打ちをつこうと3号艇の岡崎ですが、2番手6号艇池田浩二、3番手4号艇の谷村和也、上段系は164、その後方3号艇の岡崎、2号艇の井口、そして見せ場を作った5号艇ですが、現在最高、レースは2周目からホーム直線コース。1号艇吉川に6号艇池田、くるっと運んで4号艇の谷村、後方からさあ3号艇の岡崎が来た。注目は3番手4号艇3号艇の接戦、インコース3号艇岡崎、アドコース4号艇谷村を捕まえた。レースは残り1周の攻防となりました。注目は3番手が応戦する3号艇の岡崎、差し返すズバッと4号艇の谷村、4号艇3号艇まだラップ、うち4号艇谷村、相当は3号艇の岡崎でラストコーナーの旋回と向かっています。6番手のスタートだったんですけども逃げました。セットを1号艇吉川で、2番手6号艇の池田、3番手4号艇切り返す、3号艇狂った込んで3号艇岡崎が4番手、上段級は164、まもなく変わるんです。先頭1番吉川ゴールイン、2着6番の池田、3着4番谷村ゴールイン、3番岡崎ゴールイン、2番の井口がゴールイン。